同尺だって。地下だと飛び抜けてるな。けどそれも外に出てしまえば通用しないのは一本目ではっきりした。レインバトルに 3VF は鬼門だな。消耗戦になれば扱いにくい車はドライバーをへばらせるからな。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。ちょっと不安だよな。この2本目は手の内を晒した後だからな。大丈夫かな。またかそれは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバーがどれだけ順応性が高くてもホームコースの俺たちの方が有利に違いない。それでも一敗一分けは厳しいがな。田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3BF でもMT 比の低い大出力電動機にとっちゃ優しくないだろう。さすがについてくるか。無理もねえな。こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえからな。 3VF のメリットがメイクポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。行ける時はガンガン攻めるぜ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだろうな。ダメだとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよなケースケは。同じ通勤型車両だが重量兼電動編成か。考えたもんだ。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わないんだ。ヒルクライムはすごいバトルになってきた。なりゆきでダウンヒルバトルに突入してる。がっぷりと四つに組んで1と1のぶつかり合いだ。渡るはよく勝ち負けはともかく、これだけのバトルを演出できればここは満足。相手はプロジェクト D だから。本当にすごいよね二人とも。でもね、信彦、勝つのは絶対ダーリン。ダーリンは天才だもん。何にハマってんのか分かりやすすぎるぜ。あいつの8200は2両編成8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3N5T。 3VF 制御は細かなトルク制御が可能で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MT 比に大出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。 T 車2両を M 車に変えた重量全電動車編成だ。こいつの最大のメリットはどんな状況でも陸を指令すれば重量全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込めば対時直波制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。ずいぶん早くに動いたな。凌介、圭介は大丈夫かな。凌介さん、こんなこともあろうかと密かに運び込んでおいた3300キロ。さあ来い。
10年越しの悲願、今凌介さん実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。てめえ、そう、この展開になればモチベーションの勝負だ。メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏でも努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。たかが雨でそこまでヨレヨレになっちゃうのかよ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあっての理由は、何もまともにやり合うことはねえぞ。二人ともかなり疲れてきてる。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんなんです。一発程度にピークを合わせて集中力を高めてるんだから、予定外の2本目はかなりの振り切れ。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるのが分かるような、もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つくつはあっけないと思いますよ。見境を失ってきた。にしてもこの後ろの面マジムカつく。何はつも悪いしだ。あんなところに電車クルッキー落ちないくん東急5000系が。いくら、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、向きを変えるんだ。バカ、ダメだダメだ、そっちはダメだ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんに魔が差したとしか言いようがないぞ。お兄ちゃん、心配したよ。お兄ちゃん大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたいね。あっちのかすみちゃん愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹が、こんなに可愛いわけがない。よし、用が済んだな、帰るぞ。撤収、ぼやぼやするな、さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。何ですか。プー凌介さん、機嫌悪くないですか。すっきりしない決着だったからかな。俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。ここだけの話だけどな。